ハンティンドン郡はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は45,913人であり、2000年の45,586人から0.7%増加した。郡庁所在地はハンティンドンボロであり、同郡で人口最大の町でもある。ハンティンドン郡はその全体で ハンティンドンショート試験を構成している。1787年9月20日に、ベッドフォード軍から分離して設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は889平方マイルで、あり、このうち陸地874平方マイル、水域は15平方マイルで、水域率は1.68%である。 週刊高速道路、週刊高速道路76号線、ダブリンタウンシップの隅をかすめているが、軍内に出口はない。アメリカ国道ペンシルベニア州道以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ハンティンドン軍民のほぼ全員が第一言語として英語を話している。よく話されているのが中央ペンシルベニア州アクセントであるが、多くのアーミッシュや、 メノナイトが住んでいる、キッシャコキラスバレーなどの地域では、ドイツ語が話されている。ハンティンドン郡の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が、人口統計データを取るために設定した地域である。 州法の下では、実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村など、その他の未編入領域も下記に挙げる。ハンティンドン軍教育学区の区分図関連団体 AM ラジオは、軍内に放送局が一つあり、聴取できるつぼねは14局ある。FM ラジオは、軍内に放送局が4つあり、聴取できるつぼねは19局ある。テレビは、全国ネットの系列局が6局揃っている。 ありがとうございます。